おはようございます。現在私は道の駅上士幌にいます。ここで昨日車中泊しました。今日の予定ですけども、ここから層雲峡の方に向かっていきたいと思います。では行きましょう。そろそろ帰りのフェリーの予約も取らなくちゃいけないなと思って、その何つうんですかね、空席状況って言うんですか、船の空席状況をホームページで確認したんですよね。そしたらですね、乗ろうと思ってた苫小牧発秋田着の船が空いてなくて、いやーどうしようかなーってちょっと考えちゃいましたよね。旅ではこういうことっていうのは、あるあるなんで全然問題ないんですけど、で自分そのもともと土曜日の船に乗る予定だったんですけど、ちょっと伸ばしまして月曜日の船に変えたんですよね。で月曜日の船に乗るためには2日伸びた分の日程をその旅で埋めなきゃいけないじゃないですか。だからそういうのも予定してて、いろいろ組ん で月曜日に船を予約取ろうと思ってみたんですけども、空いてなかったんですよ。ちょっといろいろと検討した結果、船は函館で乗ることにしました。それでなんですけど、函館に戻る時間とかもあるんで、ちょっと後半はタイトな感じになるかもしれないんですけども、やっていきたいと思います。今日初めの目的地なんですけども、大雪ダムに行きたいと思います。そこでダムの景色を楽しんだ後に、行ってなかったというより行けなかった層雲峡の方に向かって、で層雲峡のロープウェイに乗って山の景色を楽しみたいと思います。はい、そしたらですね、大雪ダムの東京台まであと2分のところまで来ました。あと少しで到着です。標高810mにある道内、
たらですね、層雲峡ロープウェイに向かって走り出しました。この辺りは電波がないのでナビが使えないんですけども、まあ、あの道が1本しかないんで迷うことはないと思いますから、このまんま行っちゃいます。はい、そしたらですね、ロープウェイに行く前に銀河流星の滝っていう滝が見られるらしいので、そちらへ向かっております。もうそろそろ到着ですね。はい、そしたらですね、層雲峡の駐車場に着きましたので、これからロープウェイの方まで行きたいと思います。そしたらですね、次は然別湖に行きたいと思います。然別湖は十勝の帯広の方ですね。なので少しまた元に戻ります。それで今日なんですけど、この後帯広の周辺を観光して帯広市内のどこかで車中泊する予定なので、まあそんなに距離は伸びないですね。今日はやっぱり帯広と言ったら豚丼が有名なので、お昼は豚丼が食べられたらいいですね。
から走ってるこの道路なんですけども、 R スカイラインって名前なんですけど、とても味のある道ですね。北海道じゃあまりないんじゃないんですかね。なんか道もそんなに広くないですし、どちらかというとなんか本州の山に行くとこういう道が多いっていう感じですね。なかなか森が深くて大自然って感じの道を走ってますね今。光別湖の、光別湖の湖畔沿いの道なんですけども、途中で道が狭くなってますね。いやでもしかし左側は湖なんで、よそ見は厳禁ですね。綺麗ですけど、そしたらですね、次は内体高原というところに行きたいと思います。内体高原は上士幌にあるので、また上士幌の方に戻っていく感じですね。で、今走っている道路が先ほど来た道とはまた別というか、まあ、反対の方からも行ってるんですけども、こっちの方が道路がものすごく綺麗ですね。まあなんで観光バスなんかで来るお客さんなんかはこっちから来る感じですかね。向こうはどう考えてもね、大型の車は走れないんで。北海道の道は直線がめちゃめちゃ長いですね。さっきこの道に曲がって入った時に13キロ道なりですって言われたんですよね。で、今8キロぐらい走ってるので、おそらくあと5キロぐらいこのまっすぐな道が続きますね。5キロで内体高原着くんですけども、本当に高原って感じの景色ですね。そうですね、本州で例えるなら美しが原とか走ってる感じとそっくりですね。本当にいやー、いいとこですね。見晴らしが良くて、
そしたらですね、次の目的地行きましょう。いやー、ここで食べたアイス、あれですね、自分の今まで食べてきたアイスの歴史を塗り替えたかもしれないですね。今までは栃木県の南ヶ丘牧場のプレミアムアイスっていうソフトクリームが一番美味しいなって自分は思ってたんですけど、いやー、ここのアイスクリームめちゃめちゃ美味しかったですね。多分一番美味しいと思いますね、自分の中では。いやー、さすが本場は違いますよ。なかなか巡り合えないと思いますね、こんな美味しいアイスは。はい、そしたらですね、道の駅音吹に到着しました。ここで今日はお昼ご飯食べたいと思います。よし、いや広いですね、ここの道の駅も。今回は道の駅音吹で豚丼を食べることにしました。実は豚丼はうなぎのかば焼きをヒントに作られた料理です。山椒の香りとうなぎのかば焼きのタレがとても焼肉にマッチしていて美味しかったです。十勝を代表する外せない料理ですね。はい、そしたらですね、道の駅を出発したんですけども、今日はこの後予定がないんですよね。で、まだ3時台でめちゃくちゃ早いので、今日は帯広市内で車中泊する予定だったんですけども、もうちょっと先に進んで先の道の駅で車中泊したいと思います。そして明日の行程を少し短縮できるという作戦ですね。では行きましょう。はい、そしたらですね、道の駅中類というところまで走ってきました。先ほどの道の駅から40分ぐらい走ったところですね。で、ここで車中泊しようかちょっと今思案しております。それは後ほど。はい、そしたらですね、道の駅中類を出発しました。理由はですね、これから襟裳岬を目指したいと思います。だいたいここから1時間ぐらいでたどり着けるんですよね。で、今、時間がちょうど4時44分で4が3つ揃ってるんですけども、まだ5時になってないんですよ。なんで、まあ6時ぐらいにはたどり着けるんですね。それでまだこの時期6月の下旬っていうこともあって、まああの日が一番長い時期というか、全然なんで間に合っちゃうんですよ。なので襟裳岬を目指したいと思います。はい、そしたらですね、海岸沿い出ました。雨も止みましたし、とてもいい感じですね。この調子だと襟裳岬の絶景が見られそうです。はい、雰囲気がですね、宗谷岬の時と似てきましたね。低い木が生えていて、もうなんていうんですかね、草原チックというか、もう岬ですね、この景色は。そしてこの天気の感じも全く似てますね。まあ、宗谷岬の時は朝早かったですけどね、今は夕方です。
い駐車場に到着しました。ほとんどいないですね、お客さん。じゃあ行きましょう。お疲れ様でした。沈みますね。今日は曇ってるからそんなに綺麗じゃないですけど、いやでも襟裳岬想像してたよりすごい良かったですね。なんかいやーなんかあれですね、カムイ岬も良かったですけど、カムイ岬と匹敵するぐらいすごかったんじゃないかなと思います。